菅原元春43歳、独身。この年になると地元の同級生たちは大体結婚して子供がいます。もちろん私にだって結婚願望がないわけではありません。まあ今ないわけではないとかかっこつけましたけども、実際はちょっと焦っています。ただこの年になると出会いも少なく、仮に出会ったとしても、まあ、なかなか恋愛関係にまでは至りません。そんなある日、私が職場の喫煙所でタバコを吸っていると、私よりも一回り以上年下の部下榎本君が話しかけてきました。菅原さん、今日の夜空いてます？ああ空いてるけど、どうしたの？合コンがあるんですけど、よかったらどうですか？合コン？はい、昨日の夜に女友達から誘いのメールが来て、今メンバー集めてるんですけど、どうしても一人足んなくて。どうですか菅原さん？俺？はい、行きましょうよ合コン。ああ合コンな。確かに合コンに行けば出会いはあるかもしれません。しかし私は思いました。この年で合コンってどうなんだろう。それに合コンでちゃんとした交際相手なんて見つかるのだろうか。いや見つかるはずがない。仮にタイプの子がいたとしても、結局相手は合コンに来るような女性。初対面の男性と酒を飲み騒ぎ、場合によっては肉体関係も辞さない構えの女性。仮に仲良くなって付き合うことがあったとしても、絶対にうまくいくはずがない。なぜならば相手は合コンに来るような女性。初対面の男性と酒を飲み騒ぎ、簡単に肉体関係を持ってしまうような女性。その後も継続的に肉体関係を持ってしまうような女性。その他にも不特定多数の男性と肉体関係を持ってしまうような女性。万が一結婚するようなことがあったら、絶対に浮気されてしまう。もしかしたら私と同じように真面目に彼氏を探しに来る女性もいるかもしれません。しかし、まあ、こんなこと私が言うのもなんですけども、それはそれでどうなんでしょう。彼氏が欲しくて合コンに来るということは、それだけ切羽詰まった状況だということ。なぜ切羽詰まった状況かというと、日常生活の自然な流れで彼氏ができないから。なぜ日常生活の自然な流れで彼氏ができないかというと、モテないから。なぜモテないかというと、容姿や性格に何かしら難があるから。どちらにしてもそこに運命的な出会いが待っている可能性は極めて低い。断ろう。いや今日はいいや。え、なんでですか？何もないんですよね。いやそうだけど、まあちょっとさすがにこの年で合コンもな。いいじゃないですか別に。あ、そうだ、今日グラビアの卵来ますよ。え？いやなんかその幹事の子の高校時代の後輩らしくて、今日連れてくるって言ってましたよ。あ、そうなんだ。いやまあ別にそれはねあれだけど。いや、そうなると事情は変わってきます。グラビアの卵となると話は別です。結婚できなくてもいい、交際できなくてもいい、とりあえず会うだけ会ってみたい、できればお友達になりたい、あわよくばそういうことがしたい。ただ今このタイミングで行くと言ってしまうと、おそらくこいつは、あれ何この人、さっきまで合コン興味ないみたいな顔してたくせに、グラビアの卵って聞いた途端に行くとか言い出した、何こいつ超スケベじゃんとか思われてしまう。それはあまりにも恥ずかしい。でも行きたい。何とかして行きたい。できればもう少しそちら側から押してほしい。なんなら無理やり連れて行かれるみたいな感じが理想的。頑張れ野本、もう一息だ。おい、諦めるんじゃない。行きましょうよ菅原さん。いいねいいねいいね、いい感じいい感じいい感じ。ただね、まだ足りない。もう一声欲しい、もう一声欲しい、もう一声もらえれば俺も仕方ねえな的な感じでいけるんだけどな。もう一声、もう一声でいいから誘ってくれ。そうすれば俺素直になれるのだから。合コンな。いいか榎本、これあくまでポーズだからな、ポーズだからな。これで諦めんなよ、これで諦めんなよな。な、押してこい押してこい押してこい。これだけ、これポーズだからな。そりゃお前はさ若いから、なこれからなんかいくらでもチャンスあるかもしれないけど、俺も43歳なんだよ。これが最後のチャンスかもしれない。頼む榎本、諦めないで、もう一声くれ、もう一声、もう一声行きましょうと、強めに強めに誘ってくれ。じゃあやっぱ仕方ないかな。違う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 、ポーズポーズポーズなる、ポーズなる、ポーズなる。本当は行きたいの、行きたくて、たまんない、行きたくて、たまんない、行きたい、行きたい、行きたい、合コン行きたい、合コン行きたいの。もうバカかよお前、あの流れで行くって行けないじゃん、絶対恥ずかしいじゃんかよ、察しろよバカタコ。
と行きたいよ。合コンに行きたいんだけど、グラビアの卵の知り合いだよ。おい待ってくれよ、頼むよグラビアの卵と知り合わせてくれよ。まあでも行くだけ行きましょうよ。ねえ、つまんなかったら一時間で帰ればいいじゃないですか。ね、行きましょうよ菅原さん。来た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 、ナイスパスナイスパスナイスパス、決めるぞ決める、決める、決める、よし、もう逃げない、もう逃げない、行きましょう、おりゃー。いやまあそんだけ言うんだったら行くよ。本当ですか、じゃあお願いします。ゴー。さあ今のゴールもう一度リプレイで見てみましょう。行きましょうよ菅原さん、そんだけ言うんだったら行くよ。うわースローで見てみましょう。行くよ。別角度で見てみましょう。行くよ。うわー。さあこうして私は見事合コン行きの切符をゲットしました。しかしあくまでも勝負はこれからです。待ってろよ女子たち。私はこう見えて20代の頃はそれなりに遊んできた。最近はたまたまチャンスがなかっただけだ。確かに若さや勢いでは彼らに負けるかもしれない。しかし私には大人の魅力がある。最近は40代の男性がモテるとスパにも書いてあった。絶対にグラビアの卵をゲットしてみせる。さあそして決戦の夕方、仕事を終えた我々男性陣は合コン会場であるお店に到着。少し遅れて女性陣も到着したのですが、出ました、まさかの全員ハイレベルデカステの元。そしてその中でもひときわ輝きを放っているのが一番端のショートカットの子舞ちゃん。おそらく彼女がグラビアの卵だと思われます。さあ自己紹介タイムが終わり、まずはしばしの五感談なのですが、私はもうこのタイミングで舞ちゃんロックオン、はい、もう譲りません、ここ譲りません、私が一番年上です、あ譲りません。さあここで嬉しい情報、なんと舞ちゃん年上がタイプだそうです。来ました、私は年上中の年上。ありがとうございます、ありがとうございます。年上中の年上です。年上中の年上が皆様のもとにご挨拶にやってくる。年上中の年上です、ありがとうございます。ためでもない年下でもない年上中の年上を何卒よろしくお願いいたします。しかし油断はできません。話が合わなければ意味がありません。私はここで音楽が趣味という舞ちゃんに音楽の話を持ちかけました。ねえ舞ちゃん、舞ちゃんってさどんな音楽聴くの。あそうなんだ、俺もなんだよね。やっぱりさあいい音楽っつ、いい音楽っつ、いい音楽って流行とかジャンル関係なくいいよね。でしょでしょでしょ、やっぱりさ、俺らの世代になってくると俺らの世代になってくると最近の若い子たちが聴くような音楽を若干敬遠しがちなんだけど、でも実際聴いてみるとすげえいいんだよね。どうでしょう、この具体的な情報は何一つ言っていないのになんとなく音楽通っぽく見せる高等技術。実際は最近の音楽どころか昔の音楽すら知りません。しかしバレなきゃいいです、バレなきゃ。現に舞ちゃんは私に対して非常に尊敬の眼差しをバンバンにくれています。どうもありがとう。さあまだ始まって1時間しか経っていない状況ですが、これ長年の勘で分かります。これ今日完全に勝ち戦です。あの子ぶっちゃけいけますもん、ぶっちゃけいきます、なんなら今日抱けます、それぐらい言っています。ただそんなことはしませんよ、そんなことはしません、ご安心お茶の者お客さん。そんなことはしません。ここはあくまでも紳士的に、今日のところは連絡先だけ聞いて後日食事に誘う、これが彼ら若い奴らとは違う大人の攻め方です。あくまでも紳士的に、そしてロマンチックに。さあそうこうしている間に1次会が終了。2次会はカラオケボックスで朝まで大いに盛り上がりました。舞ちゃんも楽しそうで何よりです。まあ40歳の体にオールはさすがに答えましたけども、まあそれだけの代償を払う価値のある非常に素晴らしい合コンでした。参加する前はね、なんかまあいろいろとごちゃごちゃ言いましたけども、ね、この年で合コンもねえとかなんかいろいろ言ってましたけども、本当にあの時カッコつけて断らなくてよかった。榎本君本当にありがとう。そして私はここで発表があります。
私舞ちゃんに恋をしちゃいました。こんな気持ちいつ以来でしょう。確かに最初は体が目的でした。でも彼女と話していく中でだんだん彼女の内面的な可愛さに触れ、あ、俺この子大事にしてや、この子と付き合ってみてや、結婚してみてや、そう思うようになってきました。確かに年は20歳離れています。しかしそんなこと関係ねえと。菅原元春43歳、俺にも春がやってきました。榎本本当にありがとう。そして私はここで今日ここにいる私と同じようにいつまで経っても彼女ができない40代の独身男性たちに言いたい。おいお前たちと、聞いてるかお前たち同志たちと、見てたか俺の活躍をと、こういうことだぞと。恋は恋は向こうから来てくんなぜと。自分で掴みに行かなくちゃ、自分で掴みに行かなくちゃ。いつまで経ってもそうやってカッコつけてちゃダメだぜ。菅原元春でした。宮内舞23歳、去年渋谷でスカウトされて芸能界に入りました。普段はどちらかというとインドア派で、休みの日は家で音楽を聴いたり本を読んだりして過ごしています。そんなある日、私は高校時代の先輩に飲み会に誘われました。今までそういった場に行ったことがなかったけど、これも社会勉強のためだと思い勇気を出して行ってみることにしました。本当はちょっとだけいい人いればななんて期待もしていました。そして飲み会当日、先輩たちとお店に着くと、そこには4人の男性がいました。20代の男性が3人と、40代の男性が1人。初めて参加する大人の飲み会、結果から言うとその飲み会地獄でした。まあ地獄でした。何が地獄かって、私はみんなとお話がしたいのに、なぜか私の隣に座った40代のキモいおっさんが私にばっかりしつこく話しかけてくるんです。その人本当に最悪で、もう40代のキモいおっさんなのにナルシストで、なんか初対面なのにベタ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 触ってくるし、本当にキモいんです。しかもその人、私が年上がタイプって言ったのをどうやら自分のことだと勘違いしたみたいで、完全にモテる男スタンスで話しかけてくるんです。てか年上ってそういうことじゃねえわ。しかもその人、私が音楽が趣味って言った途端に、ねえねえ舞ちゃん、舞ちゃんさ、どんな音楽を聴くの。舞ちゃんってさ、どんな音楽を聴くの。あ、そうですね、私はいろいろ聴きますけど。あ、そうなんだ、俺もやっぱりさ、いい音楽ってさ、やっぱりさ、この流行とかジャンル関係なくいいよね。そうですね、でしょでしょ。なんかさ、俺らの世代になってくると、さ、なんかじゃこう若い子たちが聴くような音楽をこう若干敬遠しがちなんだけど、実際さ聴いてみると曲とかすごくいいんだよね。キモい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 、なになに、もう分かんない、何この人。ていうか音楽つぶってるけど全然具体的なこと言わないし、もう触んないでよ。もうこの人がキモすぎて、もうだんだん化け物にしか見えなくなってきました。ねえねえ舞ちゃん、ねえ舞ちゃん、舞ちゃんさ、舞ちゃん、また今度食事に行こうよ、食事。
食事ですか。そうですね。ねえワイちゃん、バスバス連絡先を教えてください。連絡先を、連絡先をこの紙に書いてください。この紙に、この紙ですか。あ、はい。マイちゃん、マイちゃん。はい、どうもありがとう。オーケー、じゃあまた連絡するね。あの化け物に絶対連絡先を教えてはいけない。そう思い私はとっさに違う番号を書いて渡しました。本当に恐怖でした。ただの化け物でした。結局私は二次会でもあの化け物に捕まり、ずっとしつこく話しかけられ、知らない歌を聞かされ、生き地獄を味わいました。こうして私の社会勉強は苦い思い出となってしまいました。もしもし、ちゃんまい。あ、ごめんなさい。もしもし、ちゃんまい。あ、ごめんなさい。おかしい。何回かけても小森整骨院につながってしまう。実家？はは、ちゃんまい、書き間違えちったな。まあ確かに彼女ちょっと天然っぽいところありましたから。まあでもそういうところがなんつうか、この守ってあげてえなって、可愛いなって思うんですけどね。うん、仕方がありません。そういえばちゃんまい、近々グラビアの写真集を出すとかで、なんかその握手会をやると公式ホームページに書いてあったので、ちょっと今度サプライズで会いに行ってあげたいと思います。ちゃんまい喜びそうだぜ。